らっしゃいませ。あら、文ちゃん一人とは珍しいですね。何をお探しですか？相談があるんでぎ。もちろん相談も受けたまわりますよ。何でしょう？最近元気のない山内様を励ます会を開きたいんでぎ。なるほど、決起集会ですね。いろいろ最近は立て込んでいましたから、イバールちゃんもお疲れ気味かもしれません。喜んでくれると思いますよ。いつもはあちきに美味しいものを食べさせて元気づけてくれるでき、お返しに手作りのケーキを食べてもらいたいんでき。それはナイスアイデアですね。ただ作り方がわからないでき。おやおや。混ぜ終わったでき。じゃあそれをこの袋に入れてみてください。こうできすか？はい。では先の部分をハサミで切って、カップの9分目ぐらいまで注いでいってください。これぐらいでいいですよ。どんどん注いでいきましょう。注ぎ終わったでき。ではそれをオーブンに入れれば出来上がりです。それだけでケーキになるんでぎすか？はい、立派なカップケーキです。ねえ神崎、どこへ連れて行こうとしているの？とっても楽しいところでござるよ。318の対決以来、山脇殿の元気がないともっぱらの噂でござるから。そう言ってもう1時間は基地内をぐるぐる歩き回ってるんだけれど。そうでござったか。まあ有酸素運動は体にいいでござるから、気にしない、気にしない。するわよ、怪しいったらないわ。一体何を企んでるの？企むだなんて、そんな。みんな早く準備を終えてほしいでござる。もう持たないでござるよ。あ、来た。ふむふむ。おお。お待たせしたでござる。これより山脇殿をとっても楽しいところへお連れするでござるよ。今までの回り道は何だったのよ。何のつもり？何、いつも苦労をかけている隊長殿をねぎらおうと思ってな。山脇さんは私たちを導く星です。何よ急に気持ち悪いわね。まあいいわ、私も実は話したいことがあったの。文吾がいないのならちょうどいいわ。みんなごめん。どうしたんですか急に。私の個人的な事情にみんなを巻き込んで危険にさらそうとした、部隊長にあるまじき判断だったとずっと謝りたくて。待ってイバルちゃん、今そういう話題は言わせてちょうだい。これからは他の方法を探していこうと思う。時間がかかってもいいから現実的で危険を最小限にできるやり方を。
ブンゴが今より強くなれない以上、積極的に前線に立つようなやり方はもうできないから。山脇様。え、ブンゴ、どうしてここに。実はこれサプライズだったんです。ブンちゃんは手作りケーキを持って隠れてて。山脇殿を驚かせる役だったでござるが。なんで、私今日誕生日じゃないわよ。ブンゴさんが山脇さんを盛り立てて 31C の決起集会をしたいと言い出して、みんなにも協力してほしいと。え、山脇様、あちきは強くなれないでぎすか。それはだからいっぱい訓練するでぎす。山脇様の力になれるよう、こっそり居残り特訓をして。だから野望を捨てないでほしいでぎす。捨てたりしないわよ。何その手に持ってるのは。それが気になって仕方ないのよ。カップケーキでぎす。あなたの手作りなの。気になって気になって仕方がないわよ。早く食べさせなさいよ。ではどうぞでぎす。いただきます。生地が口の中で溶けていくよ。甘さもちょうどいいね。バニラエッセンスの香りも最高じゃない。私だけじゃもったいない。これだけあるんだ。みんなも食べなさいよ。確かにこれは元気がもらえるよ。ごちそうさまでした。いやー、ブンゴ殿のカップケーキは食べやすいサイズも相まって手が止まらなかったでござるな。カップケーキの甘さとともに、ブンゴさんの山脇さんを思う気持ちを感じました。尊い。うむ、ブンゴに料理の才能があったとはな。みんな喜んでくれてよかったですね、ブンちゃん。それはよかったでぎす。さて、カップケーキも食べ終わったことだし、決起集会はこの辺で解散にしましょう。せっかくの休日だし、それぞれリフレッシュしてくるといいわ。文吾さん、訓練のペースが早すぎるかと。あちきは山脇様の一番の手下でぎす。決して山脇様の足を引っ張ることは許されないでぎす。今日はここまでにしましょう。まだでぎす。山脇様に二度とあんなことを言われないために強くならないといけないんでぎす。さあ、とっとと次の敵をよこすでぎす。そうですか、了解しました。来たでぎすね。クラウデギス、バブルデストロイヤー。もう一回でぎす。なんでうまくいかないでぎす。バブルデストロイヤー。
いぶ疲れたでぎーす。でも、これだけ特訓しても、結局必殺技はうまくいかなかったでぎーす。文吾。あ、山脇様、どうしてここに？そりゃ、急にいなくなったら心配するでしょう。ごめんなさいでぎーす。そんなことより、作ってくれたケーキ、まだちゃんとお礼を言えてなかったわね。ありがとう。とても美味しかったわ。山脇様。ほら、今日はもう部屋に戻るわよ。はい、でけす。山脇殿、文吾殿、お帰りなさいでござる。あら、みんな帰ってたのね。ただいまでぎす。だいぶ疲れているようだな。今日はケーキ作りもたくさん頑張りましたもんね。あれは大変美味でした。文吾さん、ありがとうございます。そうだね、文吾も疲れてるようだし、今日は早めに休み。なんでござるか。町田哨戒網より入電。第二次防衛ライン内にキャンサー集団の侵入を確認。待機中の部隊は直ちに出撃準備。格納庫に集合してください。キャンサーの襲撃か。こんな時に。今基地に残っている部隊は私たちとあと数チームしかありませんよ。先輩部隊は出払っています。とにかく行くしかありませんね。山脇殿。ああ、出撃するよ。文ちゃん、どうしたんですか。なんでもないでゲス。秘密特訓で強くなったアチキの力を見せてやるでゲスよ。まさか、発作が。いや、周期的にはありえないから、きっと大丈夫。さあ、今は緊急事態。行くわよ、急ぎなさい。はい、行きましょう。の数はうじゃうじゃいるでござるよ。私たちだけじゃ対処しきれません。別任務で出撃中の部隊が任務終了次第合流する手はずになっています。それまでどうにか持ちこたえてください。だそうだ、簡単に言ってくれる。とにかく今は押されすぎてる。防衛ラインを上げていくよ。全部ぶっ倒せばいいんでぎ。先に滅ぼされるわけにはいかないの。よし、一気圧勝を出した。このまま攻め落とすでござるよ。
ホ殿、どうしたでござるか。顔色が悪いでござるよ。なんでもないでき。あっちは仮の手が地球を求めて震えてるだけでき。敵が来ておるぞ。迎え撃つわよ。この調子で防衛ラインを押し上げるよ。やってやるでっけ。それでないぞ。分かっているわ。でもブランチスラックは誰が止めるでござるか。先輩部隊が急ぎこちらへ引き返しているようです。戦力が整ってから迎え撃ちましょう。そういうわけだ。私たちは私たちの仕事をこなすよ。了解しました。
どうしたんだい、文吾。疲れたのかい？大丈夫でぎす。そのブランチなんとかも、あちきがぶっ倒すでぎす。あちき、秘密特訓をして強くなったでぎすよ。ダメだ。あいつには近づかせない。命令は絶対だよ。わかったでぎす。山脇様。え、どうしたんだい、文吾。やっぱりあんた。さっき出撃前から少し様子がおかしかったんです。なんだか辛そうで。私がもう少し注意深く見ていれば。気づいてた。私が止めるべきだった。間違いなく発作が起きてる。でもこんな風になるのは初めて。どうするでござるか。こんな状態じゃ戦えないでござるよ。ここには休ませる場所もありません。どこからキャンサーが襲ってくるかわからんからな。あなたたち、少しの間だけここで踏ん張っていて、お願い。お前はどうするのだ。文吾を連れてヘリまで戻る。預けたらすぐに帰ってくるわ。そうですね。みんなで戻れたらいいんですが、ここを離れるとドームを危険にさらしてしまいます。ここはわしらに任せて、早く文吾を安全な場所に連れて行ってやれ。ありがとう、みんな。指揮はサツキに任せる。わかりました。司令部、 31C 山脇を応答して。司令部、七瀬です。文吾隊員が発作で戦闘不能状態よ。至急救護ヘリを用意して。ヘリの座標までは私と文吾だけで移動する。この通信以後、 31C の指揮はサツキに移乗するわ。司令部、了解しました。ヘリ到着の座標は電子軍人手帳を確認してください。ありがとう。以上よ。行くわよ、文吾。私の背中におぶさりなさい。あちきは戦えるでぎす。そのために特訓もしたでぎす。ええ、知ってるわ。あんたは強い。でもお願い、言うことを聞いて。はい、でぎす。次から次へうじゃうじゃと、空気の読めない奴らめ。そうでござる。こっちは人手が足りないでござるよ。ですが、さつきさんの適切な指揮のおかげでどうにか戦えていますね。私も皆さんの役に立ちたいと思っているだけです。この調子ならここを守り通すのは難しくなさそうだな。はい。司令部、七瀬より 31C 各員に通達。ブランチスラッグが急遽進路を変え、哨戒網から離脱しました。何？あのデカブツ、気まぐれを起こしおったか。現在、町田ドーム周辺の定点カメラを起動し捜索中です。映像の範囲内に対象が見つかればすぐに捕捉可能です。発見できない場合は周辺警戒をしつつ現作戦を継続してください。嫌な予感がするでござる。水晶玉にも陰りが見えます。ブランチスラッグを再捕捉しました。皆さんの電子軍人手帳に位置情報を送信しました。直ちに確認してください。確認します。こちらへ来ているわけではないようですが。大変です。そっちはイバールちゃんたちが向かった方向です。すぐに助けに。皆さん、キャンサーの増援です。本当に空気の読めん奴らだ。七瀬さん、ブランチスラッグの進行方向にイバールちゃんとブンちゃんがいるかもしれません。すぐに通信で状況を伝えますが、七瀬さんの方でも確認をお願いします。了解しました。至急確認します。
よ。まだ眠るんじゃないよ。眠るならちゃんと歯磨きしてベッドに入ってからにしなきゃダメっていつも言ってるでしょ。はい、デキス山脇様。いつもはここまでひどい発作は起きないのに、どうして。山脇様、あちきは強くなれないでギスか。いっぱい訓練するでギス。山脇様の力になれるようこっそり居残り特訓をして、だから野望を捨てないでほしいでギス。私のせいなのか、私のあの言葉のせいでアリーナで無茶させちゃったのか。何？なんであいつがここに。目の前にいるわ。山脇様、どうしたでギスか。こちら司令部七瀬、応援部隊を向かわせています。それまでどうにか持ちこたえてください。私たちもこちらが片付き次第すぐ助けに行きます。だから力はいずれ世界を闇で覆うでき。行きなさい、スカイマ文豪、我が科学力の恐ろしさを見せつけてやるのよ。はい、でき、バブルデストロイヤー。ん、何かしら、向こうで大人たちが騒いでるわ。きっと山脇様の恐ろしさに震え上がっているのでぎ。自分の才能が恐ろしいわ。ん？何かしら、あれ。山脇様一人じゃ無理でげ。私一
からしょうがないでしょ。この命令よ、早くしなさい。八九を置いて逃げるでぎ、このままじゃ二人とも、いえ逃げないわ。私には弁護、あんたがいなきゃダメなんだよ。友明様、変わってるからって仲間外れにされてた私と一緒に遊んでくれた、私のおかしなところをすごいって褒めてくれた、だから私は自分を殺さないでいられた。あんたがいてくれたから私は私でいられたんだ。私はどこへも行かない、あんたを置き去りにしてどこかへ行ったりなんかしない。さあ来い化け物、私が誰か思い知らせてやる。いずれ世界を滅ぼす偉大なマッドサイエンティスト、山脇ボン・イヴァール様よ。気がもっと強ければ山脇様を守って戦えるのに。あれは蚊に乗って山脇様がくれた大切な蚊に返しんでぎ。なんか違うでぎすね。これだ。ねえ文ちゃん、なんでそれずっと手につけてるの？今日も先生に怒られてたでしょ。これはね、文ちゃんからもらったんだ。かっこいいでき。それ変だよ、喋り方も変。外した方がいいってみんな言ってるよ。外さないでき。これがないと怪人じゃないから。文ちゃんも変わってるよね、山脇さんと一緒で。あれ、傷つけちゃったかな。ごめん、先に帰るね。バイバイ、文ちゃん。バイバイ。なんでこのカニの手がそんなに大事なんだろう。怪人が好きだから。ううん、違う、大好きなボンちゃんからもらったものだから特別なんだ。私はみんなと遊んでてもどこか寂しい気がした。怪人が好きなのは変だって言われるから。だけどボンちゃんと遊んでる時は違う。ボンちゃんの教えてくれるいろんな話にドキドキする。心から楽しい。そんなポンちゃんにカニの手をもらって初めて本当の友達ができた気がした。だからだ。だから山脇様をいじめる奴はアチキが許さないでっけ。
あれを見てください。誰かがブランチスラックと交戦しています。あれはイバールちゃんとブンちゃん。違うと思います。ブーちゃんはイバールちゃんに置いていかれないといつも必死に特訓していました。毎日個人訓練とは熱心ですね。もっと山脇様のお役に立ちたいんでき。ですが記憶の消失とともに特訓で得た経験もリセットされてしまっていたので、残っていたんです。小さな体にちゃんと経験は蓄積されていたのでござるな。それが今目覚めたというのか。これまでの日々は無駄ではなかった。しかしその文具をもってしても一人では厳しいぞ。急ごう。なってすみません。よくぞ二人で持ちこたえた。あんたたち。やっと三一チーが揃ったね。ブンゴが作ってくれたチャンスだ。全員であいつをぶっ倒すよ。よろしくお願いします。話に聞いていた第二形態ですね。 31A が戦った個体とは形状が違うようですが。第何形態だろうと負ける気はしないね。なんてったってこっちは最強の悪の舞台なんだから。山内様に立てつくやつは何であろうとぶっ倒すでっき。危ないでっき。
この調子よ。行くよ。勝てそうじゃない。者たちに力を、幸あれ。パワーアップデッキ。私の本気を見せてやる。これでいい運気を感じます。星の光は全てを見抜くのです。ブランチスラッグ撃破確認。素晴らしい成果です。うむ、大手柄だ。特に文豪。よくやったよ文豪。あんたがあいつの分厚い外郭を破壊してくれたおかげで勝てたんだ。あちき、山脇様のお役に立てたでギスか。ああ、とっても強かったよ。サイチ C の皆さん、ブランチスラッグの討伐お疲れ様でした。見事でした。すぐに祈祷用のヘリを向かわせます。 3-1C はその場でしばらく待機してください。ありがとう。さすがに疲れたし、ちょっと休憩させてもらうわ。それでと文吾さん、必殺技とてもかっこよかったです。やっと帰れる。もうヘトヘトでござるよ。今日の山脇様はかっこよかったでギース。いつもかっこいいでギースけど、転んで動けないアチキを命がけで守ってくれたでギース。別に命がけなんかじゃないわ。この私にかかればブランチスラッグの攻撃を防ぐなんて余裕だもの。それにあんたもね、あのブランチスラッグの外郭を一人でぶち破ったんだ。あの文吾殿の活躍は実に素晴らしかったでござる。でしょ。山脇様を助けなきゃって思ったら体が勝手に動いてたでギースよ。自分でも不思議なくらい力が湧いてきたでギース。そうだね、秘密の特訓に意味があったんだね。それが分かっただけでもなんだか報われた気分だよ。あちきは山脇様のお役に立てたってことでギスよね。ああ、そうだよ。自信持ちな。よかったですね、文ちゃん。やったでギス。あちきも山脇様を称えたいでギス。でも、よくやった
なんて言える立場じゃないでき。そうだ、歌を歌うでき。じゃララ、じゃララララ、じゃララララララ、ちゃっちゃん。何よ、今の。山脇様のテーマ曲でぎすよ。名付けるならそうでぎすね。世界を滅ぼす山脇様登場のテーマというところでぎす。ブンゴ、あんた、もっと歌うでキス。じゃララ、じゃララララ、じゃララララ、じゃっちゃん。え、どうしたでキスか、山脇様。泣いてるでキスか。泣いてなんかないよ。あんなの倒したぐらいで。それにしても一度聞いたらつい口ずさみたくなるくらいいいテーマ曲です。え、それ、この文語、山脇様の使い魔として自信を深めたでギース。まさか作曲の才能があったとは。せっかくなのでみんなで歌いませんか。素晴らしいアイディアでキス。みんなで歌うでキスよ。よかろう。ヘリのローター音に負けないくらい声高らかに歌い上げてみせるでござるよ。あんたたち、山脇様、合図をお願いするでキス。ええ、この私に任せておきな。それじゃあ行くよ、せーの。じゃあチャララララララ、チャララララララ、チャララララ。みんなで歌うとなんだか楽しいでキス。えらいよ。歯磨きせずに寝ると虫歯になってしまうからね。歯が弱くなるとご飯が食べられなくなって力がつかないから強くなれないんだよ。はい、デキス。すっかりお眠だね。さあ、ベッドにお入り。どうしたの？おしっこでも我慢してるの？なら先にトイレに行きな。そうじゃないでギス。まだ眠りたくないでギス。なんでだい。今日は特訓に任務に疲れたろ。だだこねてないでさっさと寝ちゃいなさい。はいでギス。今日はサプライズの決起集会に手作りのケーキまで作ってくれてありがとうね。本当に嬉しかったわ。山脇様が元気になってよかったでき。なんだい、ニコニコして。山脇様に仲間ができて嬉しいんでき。山脇様は誤解されやすい人でき。でもちゃんと分かってくれる仲間がここにはたくさんいるでギス。よかったでギス。あいつらは頼りになるし、それに私の野望に手を貸してくれる最高の仲間たちだよ。でも山脇様。なんだい文豪。一番の手下は寝ちまいな。無事生きて帰ってこれたんだ。
美味しいものだってまた食べさせてあげるからさ。はい、おやすみなさい。覚えてるのは体に染みついたことだけなのかしら。なんだっていい、どんな些細なことでもどうか忘れず覚えていて。イバールちゃん、入ってもいいですか？ええ、もういいわよ。ブンちゃんはもう寝ちゃいましたか？ええ。これ、ブンちゃんの忘れ物です。ポポタンに置いてありました。身辺調査ノート。前にあなたたちを観察して、こっそり書いてたやつじゃない。辛口評価してやるって息巻いてたわね。どうやらブンちゃんは、そのノートを自分じゃない誰かが書いたものだと思っていたみたいです。ノートを見て、私たちを信用してくれたようです。そうだったの。こいつを枕元に置いておけば、今後は身辺調査をする手間が省けてよかろう。山脇だな、読んでみるでござるよ。ナンバー1、さつきまり。働き者の店員で、みんなをまとめる学級委員みたいな人。とっても優しくて、気配り屋さん。あと、笑顔がチャーミング。この人なら、きっとゴンちゃんの変わったところも受け入れてくれる。合格！ナンバー2、神崎アーデルなんとか。忍者なのに目立ちたがり屋な変な人。でもすごく強くて、とっても頼りになる。かなり変な人だから、きっとボンちゃんとも気が合うはず。子供っぽいところがあるから、時々遊んであげている。合格！ナンバー3、桜子セイラ。占い師。一見うさんくさいけど、その実力は本物。なくした消しゴムを占いで見つけてくれた。いつも落ち着いていて、みんなのサポートをしてくれてる。不思議な水晶玉で、きっとポンちゃんとみんなの未来を導いてくれる。合格！いつも怪しい薬を作っている。ちょっと危ない人。でも本当はみんなのためになる薬を作っているらしい。どうせなら背が伸びる薬を作ってくれればいいのに。マッドサイエンティストと怪しい薬を作る魔女。微妙にキャラが被ってる。でも似た者同士だから、ボンちゃんとも仲良くできるはず。小さいけど、合格！何よ、これ。あなたたちのことベタ褒めしてるじゃない。辛口評価とか言ってたから、ちょっと心配してたのに。文ちゃんらしいですね。そんな風に思われていたとは。嬉しい限りです。みんなはそうだろうな。わしだけちょっといじられてたけどな。あとお前の方が全然小さいからな。いや、自分の方が文吾殿に遊んでもらってたでござるな。でもこれらは全て大好きなイワールちゃんのためなんですよね。そうだね。ところで山脇殿、最後のページも見てみてほしいでござる。最後。
しい時も涙は出るんだね。ずっと